こんにちは、ケンです。今日はかつて東京のど真ん中赤坂に約7000坪の邸宅を築いていたある男を紹介していこうと思います。ちなみに東京ドームが約1万4000坪ですので、その半分の広さとなります。繰り返しますが、個人の邸宅です。かつての場所を当てはめてみると、実際住んでいた本人らも風呂上がりに広すぎる邸宅の中で迷子になり、やっと目的の部屋にたどり着いた頃にはくしゃみをしていた、なんていう逸話も残っています。その男とは明治大正期に数多くの企業を起こした大倉喜八郎です。大倉財閥の創始者であり、札幌ビール、日清オイリオ、東京電力、大成建設など今も私たちの暮らしを支える多くの企業の立ち上げに関わりました。邸宅にまつわるエピソードはそれだけではありません。本邸を建てた2年後には隅田川沿い向こう島の河川敷3000坪を埋め立てて、そこに別荘を建てました。家を建てるために川を埋め立てるとは一般人の発想では到底考えつかないですね。その別邸には福沢諭吉、渋沢栄一、三井財閥の番頭増田隆、作家の甲田露伴、その他そうそうたる重鎮たちが集まり交流を楽しんだそうです。ちなみに地図をよく見ると甲田露伴児童園という公園が見えますが、これは甲田露伴の邸宅跡に作られています。露伴は大倉別邸のかなり近くに住んでいたことがわかります。生涯にわたり正気にあふれていた彼は、なんと83歳にして27歳の妾との間に子供を設けたという伝説も残します。妾のこと、本妻のことは37歳も年が離れていたわけですから、なんとも想像がつかない世界です。ちなみにその時に生まれた子大倉雄二は、後に父喜八郎の一生を記したナマズ、兄喜七郎の一生を記した男爵を発表します。それではそんなエピソードには事欠かない大倉喜八郎の半生を振り返っていきましょう。喜八郎は1837年に越後の国神原郡で生まれました。現在の新潟県新発田市です。幼名は鶴吉で、23歳の時に尊敬する祖父の名を取り喜八郎に改名します。喜八郎はなんと8歳から四書五経を学び、12歳には儒者の私塾に通い勉学に励んでいました。四書五経とは東洋の古典の中でも特に重要とされる9つの書籍を指し、リーダー論や優れた人生観が学べることで知られています。ちなみに喜八郎と同じように福沢諭吉や後に親友となる渋沢栄一も幼少から四書五経に触れていたというのですから、やはり優れた内容だったことが想像できます。16歳の頃に父を、そしてその翌年に母を失い、若くして苦労の多い生活を強いられます。そして17歳になった喜八郎は、姉がくれた20両を懐に一旗あげるために江戸に進出します。20両というのは現在の価値で200万円くらいでしょうか。江戸に出た喜八郎は麻布の鰹節店に住み込みで修行することとなります。この時後に安田財閥を起こした安田善次郎と親交を持つようになります。年齢も大倉が一つ上、二人とも大志を胸とする若き起業家、会ってすぐに意気投合しました。当時二人とも19歳前後です。後に財閥を築く二人がこんなにも若い時に出会っていたとは運命を感じずにはいられません。3年間の修行で貯めた100両を元手に、喜八郎は江戸の下や現在の上野アメ横あたりで乾物店を取り扱う大倉屋を開業します。しかしこれは後に訪れる喜八郎の大きな成功の出発点に過ぎませんでした。乾物屋を始めて約10年、時は幕末、横浜を歩いていた喜八郎は来航した外国船から武器を運び出す光景を目にし、こう確信します。これからは武器が売れるに違いない。実際この時期すでに横浜港は開かれ、西洋の物資や文化がどんどん日本に流入し始めた時期です。およそ260年続いた徳川の幕藩体制が音を立てて崩壊する、そんな大きな時代の転換点にあることを喜八郎は感じたのでしょう。喜八郎は直ちに乾物屋を廃業し、その足で鉄砲店に見習いに入ります。喜八郎の真の才覚とはその行動力と決断力、そして積極的に誰かに指示するその姿勢でしょう。一人で考えず先人の知恵を遠慮なく吸収しに行く、そのスタイルは現在も見習うべき点ではないでしょうか。約4ヶ月間の修行期間を経て独立し、1867年神田に鉄砲店大倉屋を開業します。武器の調達は命がけで、喜八郎は常に2丁の拳銃を忍ばせながら馬車に乗り横浜まで出かけていきました。
開業当初は資金もなく、店に武器を十分に並べられなかったことから、ラッパや太鼓を並べてごまかしていたそうです。しかしそれもつかの間、1868年に起きる戊辰戦争で軍に武器を売り込むことに成功し、喜八郎は大儲けすることになります。ただこの一件により喜八郎はピンチにも陥ります。戊辰戦争は徳川慶喜率いる旧幕府軍と薩長土肥を中心とする倒幕派の新政府軍による対立ですが、評判の良かった大蔵屋はどちらからも大量の注文を受けていました。しかし喜八郎は次第に新政府軍ばかりに武器を下ろすようになっていきます。ある日、幕府側の将棋隊幹部が喜八郎を呼び出し、なぜお前は新政府軍ばかりに武器を供給するのかと問い詰められます。回答次第では切られてもおかしくない状況ですが、喜八郎は、大蔵屋は商人でございます、お金を頂戴いたしますればどちら様にもお売りいたしますが、こちら様はお金をお払いになりませんのでお売りしないまででございますと商売の断りを解きました。実際に喜八郎はどちらにも武器を供給していましたが、新政府軍がその場で現金払いをしてくれる一方で、将棋隊は未だに代金を一切払っていませんでした。そこで彼は武器の提供を何度か断っていました。これに将棋隊は、なるほど、言うところに道理があると納得し、喜八郎は九死に一生を得る上に、その場で300丁の鉄砲の現金取引を成立させます。その翌日、将棋隊と新政府軍による上野戦争が勃発し、将棋隊はわずか1日で敗れます。新政府軍の最新の武装により将棋隊は歯が立たなかったと言われていますが、少なからずこの結果に喜八郎が影響したと言えるかもしれません。その後も幕末維新の動乱に乗じて、大蔵屋は販路をみるみる拡大していき、距離を築いていきます。さて、鉄砲屋の繁盛も喜八郎にとっては成功の足がかりに過ぎません。明治維新後は当時では珍しかった欧米視察を1年以上かけて行い、見聞を広げていきます。この欧米視察を喜八郎は私費で行いました。当時渡航には莫大なお金がかかり、私費で渡航する人は本当にごく稀だった時代です。この視察で喜八郎は運命を変える出会いを果たします。ロンドンやローマに滞在した際に、岩倉使節団の大久保利通や木戸孝允、伊藤博文らと新しい産業の育成について話し合う機会を得ることができました。帰国後、銀座に大蔵組商会を創設した喜八郎は貿易業にも注力し、本格的な実業の道を歩み始めます。服装の西洋化を予見した喜八郎は海外から洋服を輸入して大成功します。恐るべき先見の明ですね。大蔵組商会はロンドン、釜山、上海、ニューヨークなどに支店を作り、海外に支店網を持つ初の日本企業となります。明治4年、新橋駅建設の一部を請け負います。建設において実績のない喜八郎が抜擢されたのは、鉄砲商として要人に顔が利いたからだとも言われています。翌年の明治5年、東京の銀座、丸の内、築地一帯を襲った大火災、銀座大火が発生しますが、この復興工事の一部も請け負うことになります。これにより誕生したのが、耐火性に優れたレンガ造りの西欧風近代都市、銀座レンガ街でした。以降、喜八郎は土木建設事業にも力を注ぐようになり、明治20年、大成建設の前身となる大蔵土木組を創設します。後に鹿鳴館、帝国ホテル、歌舞伎座といった東京のランドマークを次々と建設していきます。ちょうどこの頃、喜八郎は運命の女性に出会えます。37歳だった喜八郎よりも20も若い持田徳子です。上野の忍ばずの池の周囲を颯爽と馬で走る姿を見て、この娘こそ自分の妻にふさわしいと思ったのです。馬に乗れない喜八郎は、徳子が馬で走るときは馬車で後ろに続いたそうです。明治の後半に差し掛かると、再び喜八郎に好機が訪れます。日清日露戦争により軍需品の需要が増し、再び距離を得るのです。そしてその資金を元手に事業を拡大し、大蔵商事、大蔵工業、大蔵土木の3社を事業の中核にして、徐々に財閥としての大位を成していくのです。当時は彼ほどその人物としての評価が分かれる人はいなかったといいます。世にも稀な小傑、日本の近世における大偉人、全てを超越した人と評価される一方で、戦争に乗じて財を成したことから死の商人、また政府や軍の御用達商として活躍したことから、骨や癒着でのし上がる商人を意味する清商と呼ばれることもありました。しかし、喜八郎のこの言葉からも、そんな評価を跳ね返す力強さと正義感を感じることができます。
憤憤たる世の器用砲兵を気にしていて何ができる。くくたる世評などに頓着せず、自ら信ずるところに邁進し、自ら好むところに直進し、思う存分の働きをなし、倒れて後やむのがすなわち男子の本懐ではないか。60に差し掛かった頃から喜八郎は徐々に朝鮮や台湾への投資を拡大し、大陸事業に力を注ぎました。盟友渋沢栄一らと共に台湾や韓国などの鉄道事業に出資したり、南満州に製鉄所を置くなどして大陸を開発していきます。時は少し遡りますが、韓国が大飢饉に見舞われた際、盟友である大久保利通たっての要請を受け、喜八郎は自ら援助米を届けに行きました。しかし到着後の手続きに時間がかかったため、船が喜八郎らを置いて日本へ向けて出航してしまったのです。喜八郎はすぐさま現地でイカ漁船を調達して朝鮮を立ちました。途中嵐に見舞われるも、命からがら日本に到着します。まさに悪夢のような出来事ですが、後に喜八郎は、寿命を30年貸してくれるならば、あのようなことをもう 2,3 度やってみたいと語っています。順調に拡大していった大蔵財閥は、絶頂期には200社以上の関連企業が属し、一大財閥へと成長していました。しかし三大財閥である三井、三菱、住友には及ばず、関連企業は存続しているものの、その後グループが崩壊してしまったのには2つの理由があると言われています。一つはあまりにも早くに大陸事業に舵を切ったことでした。喜八郎の死後の昭和14年に始まった第二次世界大戦により、大蔵財閥は大陸事業を全て失ってしまったのです。総資産の 75% が満州及び中国に向けられていたと言いますから、そのダメージは計り知れません。そしてもう一つの理由は、大手財閥がこぞって参入した金融業に喜八郎は手を出せなかったという点です。銀行を持つメリットは、大衆から預かったお金を事業に投入できるところにあるわけですが、喜八郎は事業家の大蔵が借金をして仕事をしながら、その一方で金貸しをすることができるか、貧乏人と金持ちの使い分けが一人でできるはずがない、俺は銀行など真っ平だと言って、断固として銀行を作らなかったのです。銀行を作らなかった代わりに、喜八郎は教育事業に熱を入れていました。韓国に村林商業学校を創設、国内では現在の関西大蔵中学校高等学校である大阪大蔵商業学校、そして現在の東京経済大学である大蔵商業学校を創設します。ちなみに村林商業学校でも次のように訓話しているそうです。他人の金を当てにして、それで事業をやっていくのではダメです。自分で働いて儲けて、一寸儲ければ一寸だけ、一尺儲ければ一尺だけ、次第次第に大きくなるのが良いのです。晩年には保険会社を買収して、現在のあいおい日清同和損保となる大蔵火災海上保険を立ち上げるなど、最後まで精力的に事業に携わりました。昭和2年90歳で隠居し、息子の喜七郎が家督を継承します。喜七郎は後の昭和33年ホテル大蔵を創設し、赤坂の邸宅跡地に建設しました。大蔵集古館には大蔵家が収集した古美術品が展示され、日本初の私立美術館となりました。伊豆の川名ホテルももともと大蔵財閥の別荘でしたが、後にホテルへ、これも喜七郎が手掛けたものです。喜八郎は昭和3年大腸がんのため東京赤坂の自宅にて亡くなります。享年92歳でした。赤坂本邸で行われた葬儀には、1000個に及ぶ花は長期が贈られ、告別式には約1万2000人が参列しました。朝日新聞や読売新聞内で渋沢栄一、作家武者小路実篤らが大蔵について言及しました。死の直前まで最前線で活躍を続けていた喜八郎ですが、そのバイタリティは私生活でも発揮されていました。隠居する1年前90歳の時に、誕生日に何をしたいか尋ねられた喜八郎は、自分が持つ土地の中で一番高いところに行きたいと言いました。しかしこれが日本で7番目に高い標高3120メートルの南アルプス赤石岳だったのです。なんとこの登山に際しては、2000人の準備隊があらかじめ山道を整え、当日は500人の登山隊が同行。喜八郎自身は人力車とカゴを乗り継ぎながら大名登山を決行しました。無事登頂した一行は山頂で万歳三唱し、酒を飲み五右衛門風呂に使ったそうです。最後に大蔵喜八郎の名言をいくつか紹介したいと思います。真一歩という金言がある。
だが私はことを行うに際して常に5歩も10歩も突き進んでから改めて考えるようにしてきた。私はこの生き方で今まで後悔したことはなかった。今日の経験を明日用いないものは大成功は望まれない。この大蔵は事業をやるために生まれてきたのだ。失敗したとで元の大蔵に戻るだけだ。はい、ということで今回は大蔵財閥の創始者で私たちの暮らしを支える多くの企業を残してきた大蔵喜八郎をご紹介しました。今後も偉人たちを紹介していきますので、チャンネル登録や高評価をぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。